焼き目つきました。焼き目つきました。ただ僕、肉を玉ねぎとマッシュルームの上に乗せて、火を止めてから白ワイン入れます。一回しぐらい。イタリア料理は村の美学、産業場所のイタリアン、レガードの小浦智美です。よろしくお願いします。今日はスカロッピー、結構バリエーション豊かな、まあ向こうのメイン料理なんです。薄切り肉、まあスカロッピーネっていうのはフランス語のエスカロップ、牛肉の5ミリぐらいの薄切りにしたっていうのが派生してスカロッピーネ、簡単に本当に薄切りにした肉みたいな意味です。本当はスカロッピーネ、まあリピテルなんで子牛を使うんですけど、まあポトレッタ同様子牛なんて手に入らないので、今日は豚のヒレです。でこれ部位によって意外とアプローチ違います。もちろん鶏胸肉でもやってもいいし、まあ、豚の僕はモモとかランチで安くしたいんだったらモモとかでも全然いいです。今日はヒレ使いますけど、こうヒレを本当は向こう叩くんですよ、肉叩きで。で、繊維を壊して、こう、ソースをまとわりつかせるんですけど、まあ、ヒレなんでそんな叩かなくても、もともと柔らかいですし。コトレット同様、もちろん肉料理ではあるんですけど、ベースはこう、まとわりついたこう、甘酸っぱいソース。それがやっぱり主体になってきます。で、これスカロピーニョ知ってると、今日は、まあ、白ワインですけど、マルサラ入れたり、ポルチーニ入れたり、サルティンボッカにしたり、まあ、その最初のベースが今日のスカルピーニです。超絶シンプルですね。豚のヒレに玉ねぎ、ちょっとまあ春なんで新玉ねぎ用意してます。まあ、普通の全然あの玉ねぎでも全然ひねたら飲むでも大丈夫です。で、まあ、基本スカルピーニって僕の中ではマッシュルームなんですよ。まあ、なくてもいいです。本当はスカルピーニは何もなくてもできます。まあ、重要なのがこの白ワインと、で、まあ、ブロードを使います。鶏のブロード。これもパレミジャーノチーズリゾットの時と同様に、まあ、丸鶏でも、ガラでも、手羽先だけでもいいですし、まあ、面倒くさかったら、あの、無花鳥の、あの、鶏ガラスープの素を溶かして作っちゃっても全然構わないです。で、作業工程的には、例えば豚を切って、粉振って、で、焼き目つけてから、白ワインとブロードを入れてただ詰めていくだけなんですよ。で、時短を目指すんだったら玉ねぎはあらかじめ想定してもいいです。ただなんかどっかで言いましたけど、僕必要以上にガス代を使うのが極力避けたい人で、なおかつなるべく一つのフライパンで完成させたいって思ってしまうので、甘みと食感出したんで、もう一緒にパパッと炒めちゃっても全然構わないです。今日はあらかじめ炒めるんじゃなくて、もう全部一つのフライパンで完成させるっていうやり方を取ります。今回は白ワインですけど、白ワインをマルサラにすれば、まあ、正直言って豚ヒレ肉のマルサラソテーになるし、肉に清酒生も重ねちゃえばサルティンボッカになるし、白ワインの代わりにレモンを絞ってレモンを入れるとソレンテ風のスカルピーネになるし、かなりアレンジ効く、まあ、肉の薄切り料理なんで、ちょっと試してみてください。では始めます。はい、最初豚のヒレなんですけど、薄めに切って叩くのは叩けば、まあ、もちろん柔らかいですし、まあ、それはそれでいいんですよ。でも豚のヒレってこうすげえ柔らかいし、ほんとあっという間に火通るんで、ぶっちゃけすごい厚く切ります。こうで叩く、こっからだからもうね、もうほんと潰すぐらいです。ポンポンポンと、もうこれ、ね、こんなもんで十分です。こうやってこう潰す、絶対すぐ火通るんで。僕あんまりこう肉の下地に胡椒ってあんまつけないんですよ。なんでかっていうと、俺胡椒ふたところでね、ラグーとか取れちゃってあんま香りつかないなって感じになるし、やっぱフレッシュ胡椒ってフレッシュで使ってこその胡椒だなっていうのはあんまりあるんで、まあ、あのフレンチのね胡椒漬け焼きみたいなまた話だとまた別問題なんですけど、でもまあ香り欲しいよねと思ったら、こう、まあ、まじない代わりのこうおまじないっていうのこう胡椒を振る。でもこれしたところでぶっちゃけそんな味乗んないです。粉を振る。
粉の基本はたっぷりつけてしっかりはたくです。たっぷりつけてしっかりはたく、はい、まあそのまた焼く瞬間にはたきますけど、とりあえずしっかりつけてしっかりはたくですね。はい、ちょっとほっときましょう。でマッシュルーム、マッシュルームは薄すぎない方がいいです。これ1個ちょっと大きさ違いますけど、小さい方だったらもう本当に4分の1カットぐらいでいいです。縦で4分の1、これだったらまあ5個とか、ちょっと厚くて食感残るぐらいがいいです。もちろん椎茸でもいいですし、舞茸でもいいし、なんかまあポルチーニなまあね、ないか、キノコ盛り合わせでもいいです。なんかまあしめじとかでもいいし、でいつも玉ねぎ、まあ、なんかこうね逆にするのか縦にするのかですけど、これに関しては繊維に沿って食感を残したい。これもそんなに薄すぎない方がいいです。5ミリかな、こんなもんですかね。マッシュルームのまあ半分ぐらい、シャキシャキっとして食感だけ欲しいんで、なんとなくサイズが合うテフロンパンで、これはなんていうか作って別になんか油捨てるわけでもないし、一気に仕上げるんで、口の中にこう口に入る以上はオリーブオイルの方がいいです。で僕はあんまりこう具が入ってるスカロピーネってあんまり付け合わせってつけないんですけど、まあ、もしまあボリュームつけたいんだったらじゃがいもとか添えてもいいし、インゲン茹でたやつとか、基本イタリアってメインとコントロール、なんていうかこう付け合わせって、まあ、別々にオーダーするものなんで、まあ、その時のノリでもし食べたかったら野菜かなんかつけてください。でもなんかなくても全然たまになると思います。でしっかりはたいた肉を入れます。肉を入れます。重要なのはこの焼き目をしっかりつけてあげるっていうことですね。肉についた焼き目がそのままこうソースの色となってこう風味として出てくるんで、取る人はねこのソテーした油を取ってからってやる人いるんですけど、このところに関してはそんなそこまで神経質になんかこう周りの油を取ったらいいかっていうとそんなことないと思うんですよね。はい、こんな感じですね。ちょっとこう中レールを超えたような感じの焼き目で、今度裏返して下面を焼いてるときに一緒に僕玉ねぎとマッシュルームこう炒めちゃいます。火は同じ強さでいいです。だからこうフライパンのサイズは肉を焼いて裏返してそのそばで玉ねぎとマッシュルームが炒めるスペースがあるようなサイズがいいですね。でここもなんかまあ玉ねぎの甘み引き出したいかってちょっとそういうわけでもないし、かといってこうすごいこう炒めてきのこの香りを出したいかってそういうわけじゃない。あの先ほどの大変もそうですけど、なんとなく火が通ってりゃいい。もう絶対火通るんでこれ最終的には。でちょっとだけマッシュルームと玉ねぎに塩振ります。ベースの塩で焼き目つきました。ただ僕肉を玉ねぎとマッシュルームの上に乗せて火を止めてから白ワイン入れます。一回しぐらい。これなんかこう何でもいいっちゃ何でもいいんですけど、何でもない普通の白ワインがいい。なんかあんまりこう家庭で食べ飲んですごい美味しい白ワインが美味しいかというとそういうわけでもないんですよ。あんまり酸っぱすぎると味が乗りづらくなっちゃうんで、そしたらニワトリのブイヨン入れる。で、あとこれ詰まったらおしまいです。この詰まる過程で肉に火が入っていきます。
本当に10分でできます。好みで生クリームとか入れてもいいです。例えばこうカルボナーラ作って生クリーム余っちゃうよねと思ったらちょっとこうつるーっとこう生クリーム入れてあげてもいいです。僕は最後ここねオリーブオイルで香りをつけるのが好きなんですけど、多分使う人はバターとか使うと思います。最初の時点でやっぱりなんかあんまりこの料理にバター臭さが入るの好きじゃないんで、最後までオリーブオイルで調理しちゃいますけど、多分使う人は多分最後にバター入れてモンテとかする人もいると思います。だんだんこう豚についた粉が外に逃げ出してきて、でとろみがついてきます。どっちかっていうともう豚に塩入ってるの知ってるんで、気になるのは玉ねぎとマッシュルームの塩加減なんです。こんなもんですね。これ白ワインが入ることによってフライパンの中の酸が上がってるんで、言うほど塩が入らないと味決まるはずなんです。で多分もうこれ火入ってます。肉にソースを回しかけてあげて、でこのまま一回フライパンを戻す。多分この豚にいつ塩したのかとか最初の下味でもちょっとブレるんだけど、ちょっと足んなかったんで軽く塩で味整えて、で火止めて、でオリーブオイルを結構たっぷり入れる、油する。そうするとさっきの白ワインとブロードの水分とオリーブオイルが混じり合ってこうトローンとしたこう状態になるんです。これが完成。これ最後はけたる。好き好きですけど仕上げに僕は胡椒で、まあ、あれば板パセ。なんか生徒さんがみんな板パセがない板パセがないとか言ってるんですけど、まあ、普通のパセでもまあ別にいいです。これが、レガールの、まあ、マッシュルームのスカロッピーネです。キノコのスカロッピーネです。いただきます。いい味。おいしい。これソースの料理なんですよね。昨日全力で飲みすぎちゃってすさまじい負債ですけど、お腹が効いてるから食べれます。豚にあると豚に政治合わせるのが、まあ、ローズマリーもそうなんですけど、最後のハーバル感出したいんだったらあのカチトーラみたいに政治とかローズマリー入れてあげて、白ワインとブロードが入った瞬間に香りを移しながらやってもいいですし、まあ、正直言ってこの抹茶茶で全然テンション上がらないですけど味は地味にうまいですね。インデミのほど地味じゃないですけど美味しいんで作ってみてください。か余韻に最高かな。最高じゃないな。多分まあこれが出る頃には登録者数6万人いってるんじゃないかっていう感じがするんですけど、改めてまあレガーロは13年前にオープンして、まあイタリア語でレガーロって贈り物とか恩恵っていう意味 で当時出した頃はなんかレガーロっていう名前のお店が意外とあってつけなきゃよかったなと思ったんですけど、なんかちゃんと普通に認知されてるのがうちの店みたいな感じがあるんで、まあ、結果的に良かったかなっていう感じですね。まあ料理はある程度、まあ、こういうシンプルな料理作ってますけど、レストランうちの店ではちゃんとコースで、まあ、提供してて、まあ、そのベースの料理をまあ紹介してる感じなんで、もちろんうちの店に来てアラビアータを食べたいとかアーリオを食べたいって言っていただければコースに組み込むこともできますし、またなんか追加でも全然食べれるんで、最近の生徒さんはみんな最後にアラビアータを追加して帰るお客さんが結構多いんで、まあ本当気軽にスタッフに行っていただければもちろん大盛りでも対応します。
気軽に予約してください。